皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月の8日、あちら左手の方がですね、JR 明石駅です。左手の方がで、こちらの河川なんですけども、あちら、こちらが明石川なんですけども、あちらがまあ海の方で、海面がこの辺りまで来ているのかどうかちょっと判断がつきにくいということで、ちょっと上流の方まで、歩いてみたいと思います。一つ目の橋に来ました。あちらまあわずかですけども水が流れているようにも見えますし、まあ、土が見えているところに関しては間違いなく海面よりも上ということになります。で、河川の土砂のかき出しなんですけども、あちらの方の上流のところの河川の、土砂のかき出し、まあ、1キロ先とか、そういったところの土砂をこちらに持ってきて、そこをね、その辺の底と同じぐらいの高さにあちらもしてしまうと、まあ、なんせ海面よりも水位が上に来たいで、奥へ向かってたくさん水を溜めたいので、もうこの位置に河川水門開閉式ダム発電を設置しましょう。まあ、20センチ ×20 センチとか、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートル、5メートル ×5 メートルなどです。まあ20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと3メートル ×3 メートルは、まあ、100メートルぐらい、地下水流トンネル発電、先に、伸ばしていくと、まあ、そういうような形になります。ですので、まあ、上流の土砂をうまく利用してその底を、コンクリート化していくと、まあ、そういうような形になりますね。まあ、ここは歩道もありますので、この上のところからメンテナンスとかもしやすいでしょうし、まあ、20センチ ×20 センチの、まあ、タービンとかコイルとか、メンテナンスするとき、まあ、コイルはなかなかメンテナンスいらないと思うんですけども、一応河川の底はね、ああいう風に歩けるようになってるんですよ。あちらのところから降りれて、ですぐ下まで行けるんで、水門で基本的に水を止めていて、まあ20センチ ×20 センチとか、水を排出してるだけなんで、メンテナンスはしやすいと思いますよ。今、まあ、1メートル ×1 メートルも3メートル ×3 メートルも。ではもっと上流まで行きたいと思います。先ほど撮影していたところがあちらの奥の方に見える橋です。まあ高さ言い忘れてましたけども、まあ擦り切れいっぱいぐらいの高さで設定しておいて、まあああいうふうに木が生えたりしますけども、ああいったものはまあかまど発電だとか、まあそういうふうな形にして、まああの辺りも水に浸かるでしょうね。満水にした時で、まず右手の方の河川撮影しに行きたいと思います。左手の方が明石川の本流なんですけども、まあ上流の方が神戸市西区か三木市、それぐらいのところになります。そちらはまた後日、まあ、今年撮影来るかどうか分かりませんけども、気温によって、あと天気によって、あと仕事で休みの日うんぬんとか、そういった部分の予定ありますので、まあ上流から歩いて下ってきて、ある程度の地点まで撮影すると。で、まあ、今の現在地がちょっと待ってくださいね。64、これが、明石川で、まあ、こちら右手の方、あちらの方が、この井川というのか井川というのか、ちょっとまあ井川谷とか、まあ、この辺りは井川谷という名称ですので、まあ、井川なんじゃないかなと思うんですけど、こちらの方の河川を上流に歩いていってみたいと思います。で、この上が58番ということになってますけども、まあ、こちらも58番です。まあ、上流の方はどういう風な形になってるかと言いますと、まあ、先ほどの井川谷の井川がこちらなんですね。で、こちらの長井谷川も、合流、してきています。で、まあ、こちらの方の、まあ、ちょっと漢字の名称が読みにくいんですけども、ちょっとまあ読み方がわからないんで申し訳ないんですけども、まあ、こちらの方の河川などもちょっと後日据え置きみたいな形になるかと思います。もう時刻はね、15時前です。で、明石川こちらの方がまあこういう風に上流に続いていまして、まあこういう風な形で、まあこの辺りは神戸市西区ですね。まあ北区との境目のところまで、来ていると。
まあこういうことですね。ですので、まあ後日、この辺り、木津駅という神戸電鉄の駅ですね、こちらの方、後日、ここを下車して、この河川を、撮影してこうずっと歩いて下ってくると。で、まあこう下ってきた後、まあ合流しているこちらのあの難しい読み方のこの河川の方をこう登って、まあある程度のところまで撮影すると、まあこの辺りがね、神戸市営地下鉄、静清中央へ向かっての、路線ですので、まあこちらの方の駅、まあどこかで乗って、まあ帰るような形ですね。今日はこちらの井川かな、この辺りの、河川と、まあ、こちらの方も撮影できたらしたいですね。で、この井川谷駅ぐらいから帰り電車に乗って帰ろうかなと思っています。以上です。それでは撮影で、歩いていきたいと思います。先ほど撮影したのがあちらで、一つ目の橋ですね。で、まあ、河川の状況はこういう風な形で、まあ、いろいろ草生えてますけども、一応あの辺りもコンクリート化が絶対必要ですね。貯水した時に、この位置までは絶対来ますので、草が生えてる辺りですね、その辺りをコンクリート化して、しっかりと水は抜けないようにしておくと。こちらの方 の右手の小さな川でも、まあ、下流の方はこれぐらいの、水分量があって、河川の底も、コンクリート化することによって、この下の段の方もコンクリート化することによって水の量は、だいぶ変わってきます。それはもうまず間違いないです。他の河川も撮影していて、それは水の量を見た一目瞭然ですので。で、まあ、あちらがその次の橋で、もっとまあ上流のところまで、かなり、まあ、なだらかな傾斜が続きますので、かなり上流のところ、もしかしたらもう静清の駅の近くのところまで、まあ、しかしたら先ほどの一番最初の明石川のその水門設置場所第一門目のところを満水にした時に、その辺りの近くまで、水が貯水される可能性が高いですね。ちょっと途中からの左側の難しい漢字の読み方の河川の方の撮影行くかもしれません。その、難しい漢字と、井川の間にもう一つ河川があったと思うんですよ。で、そちらの方の河川の、撮影ですね。そちらの方も、行くかもしれません。少し、先の橋のところですが、あちら真ん中に水を寄せてあって、まあどれぐらいの水が流れているのかっていうのが、まあ、分かりやすくなっていますね。ではもう少し上流へ行ってみたいと思います。この辺まで来ると、まあ、結構河川の底から木が生えています。まあ、あちらの方が上流です。で、あちら奥の方に見えるのが、高架のところが新幹線の、線路です。まあ、まだ、一問目の明石川の、河川水門開閉式ダム発電を設置した時の満水時、この辺りまでは間違いなく来ますね。まだもっと上流まで、来ると思います。だから、まあ、多分明石川の本流以外に3つの河川が合流してますので、その3つの河川が3つともかなり平坦であると。ですので貯水量が、かなり、すごい量が貯水される形になると思います。何千万リットルという形になると思います。奥行くかどうかは分からないですけども、まあ何千万リットルという単位になるのはまず間違いないですね。あちらが、井川なんですけども、あちらが新幹線の高架で、現在地がですね、井川で、まあ、ここは新幹線なので、まあ、この近辺ですね。で、ちょっとね、左手の方へ、行ってみて、こちらのもう一つの河川、ちょっと見に行ってみたいと思います。で、この間のこの河川の方を上がっていきながら、こちらすぐ上流突き当たりに来てるみたいなので、
まあ、ある程度の位置でまた右の方に戻ってきて、以下に戻ってくると、まあ、そういう風な形で撮影したいと思います。再び明石川に出てきました。でそちらの方で河川が、合流してるんですけども、そちらの方の右手の方の河川がですね、こちらの、河川ですね。でこの道を歩いて下ってきたんですが、水はほとんど流れていません。で、土砂のかき出しや土、植物等の、撤去っていうものを相当行わなければならないと、まあ、こういうふうな形ですね。でここの河川はもう上流の方に新しい水門いらないですね。とにかく、土砂等撤去で、そこをコンクリート化ですね。一部、まあ、この橋あたりのところで水が流れていたと思うんですけど、ここかもしれません。わずかに。まあ、その辺はもう晴れの日だったら土のうで十分止まりますんで、まあ、それで対応してもらったらいいと思います。まあ、明石川の上流はああいう風な形ですね。まあ、あちらにちょっと段差があって、まあ、奥のところまで、だいぶ、数キロ先まで多分水は、最初の1問目のところに設置したところの満水時から、まあ、上流のところまで、かなりのところまで、行くと思います。もしかしたら多く超えるかもしれませんね。ではこちらの右手の方の河川、もう一度道戻りながら、撮影したいと思います。先ほど撮影していたのがあちらで、先ほど高架が新幹線の位置で、まあ河川の底がこういう状況なんですね。まあ水が、ほぼ、ありません。でまあ草とか生い茂ってる、これはもう上流までずっと続いてるんですよ。でなだらかな状況でほぼ平行にこの河川は上流まで続いていますので、まあ、全部草とかを撤去してで貯水槽にすると、まあ、こちら、まあ、1キロ、2キロ先まで貯水できるかと思うんですけども、もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。まあ、蛇行してますんでね、結構な貯水量になると思いますよ。まあ、ちょっと、歩いてきたところなんですけども、この石垣の間見てもらったらわかると思うんですけども、隙間が空いてますよね。で、あちら、まあ、段差、落差があって、畑があると。で、こういう風なところに水を貯水したときに、あちら側に水が流れてないかっていうところが、まあ心配されますね。ですので、まあこういう風な石垣の間をできるだけコンクリートを詰めて、隙間をなくしてしまうと、まあそういう風な工夫が必要になってくるかと思います。一応まあ反対側どうなってるか撮影しておきますね。反対側はしっかりと補強されてますね。まあけどこれ場所によると思うんですよ。だから考え方によっては、その横のところから雨降った時にここの地面の下が貯水槽みたいな形に、まあ軽くですよ、なっていて、でまあ水が横から出てくるという考え方もあるにはあるんですけども、まあこういうふうに再度しっかりと、まあ全部が全部こういう風に再度しっかりとしてるわけでもないと思うんで、まあその辺のところ判断がちょっと両サイド全部見て回らなきゃならなくなってしまうので、今日もう夕暮れに来てますんでね、急いで上流まで行って、井川のところまで再び戻って、まあどのあたりぐらいまで、最初の、明石が、1問目の水門設置した時に、まあ、満水にしたとき、どのあたりまで水が来るのかっていうところを、確認したいので、まあ、だいたい歩いてる感覚で物事見てますんで、まあ、この辺はもうだんだん気になってきてますね。で、かなり上流のところ、まあ、ああいうふうに向こうの方に山が見えますけども、途中までずっと平らなんですよね。だから、満水にした時に、まあ、高さが7メートルぐらいあったとしましょう。まあ、5メートルから7メートル。だから、かなり上の方まで水、来ると思いますね。
あこの辺のところもしっかりと、土砂を撤去して、河川の底コンクリート化をしていれば、まあとんでもない、まあ、貯水量になると思いますよ。河川がかなり蛇行してますんでね、何キロかあると思います。すぐ横に、まあ、小学校ですかね、ありますけども、ここの、河川の底のこの草とか、まあ、枯れてるもの多いのと枯れてないやつも早めに草刈って、で何ヶ月か干しておけば、パリパリになりますんでね、ちょっと触れただけで、崩れていくようなパリパリになってる葉っぱとか植物っていうのはものすごくよく燃えるんですよ。だからそれで、まあ冬場の、まあ石油ストーブ代わりとかに使用されたらいいんじゃないですかね、エアコンとか。まあ学校によってエアコンなのか、まあエアコンはなかなかないと思いますけどね、まあ石油ストーブなのか、まあこういうふうなものを活用すればいいと思いますよ。ちょうどいいんじゃないですかね、そこの学校から先ほどの加古川の合流のところまで、まあ1キロ歩かないか、まあそれぐらいですんでね、もう歩いてまあ15分以内といったところですね。まあここから上流のところもまあ同じでしょうし、で両サイドある程度の高さまでは石垣組んであるんで、まあそれぐらいの高さまで水来るんじゃないかなと思います。まあ一度水を溜め込んでみないことには分かりませんが、まあとにもかくにももう少し上流まで行って、で井川に再度戻りたいと思います。こちらが下流の方です。まあこの辺り上流の方まで来ました。まあずっとねこの辺りまで来てもまだ なだらかなんで、まあ、この辺りまで水来るでしょうね。一応そこはコンクリート化されてるみたいなんですよね。で両サイドの葉っぱとかから、まあただああいう風に割れてるところがあるんですよね、真ん中のあたり、あのあたりですよね。ああいう風な亀裂が入ってるところの補修が必要だと思われます。まあ水がほとんどもともと流れてない状態なんですよね。で、まあ、まあ、この辺りはけど、まあ、コンクリート化してないみたいですね。だから、コンクリート化していたりしていなかったりみたいな形なんでしょうね。それか、あちらから出てきてる水から、こう、橋の方に、土が寄せられてるような形。まあ、大雨の時とか、あちらからそれなりの水が流れてきて、まあ、ああいうふうな端っこに寄るような形になっていたりだとか。まあ、そういう形なんで。まあ、とにもかくにも、これ、もう、撮影これぐらいにしておいて、とにかく、この河川は、土砂のかき出しとコンクリート化ですね。以下に戻りたいと思います。現在時刻17時前で、以下の方に、戻ってきました。あちらが上流です。で、あちら左手に見えているのが、高速道路です。で、この辺りまで水はまず間違いなく来ると思われます。もう少し上流まで行きたいと思います。まあ、河川の底の土砂のかき出しで、まあ、ある程度の位置で、水門設置して水が流れてきてるのを一回せき止めて、で、そこをコンクリート化しなければならない。まあ、この辺りもなんとなく水が抜けていってるような感じですよね。多分ずっとそうだと思いますよ、ある程度の位置まで。一回、河川の底、土砂とかかき出して調べてみなければわからないですね。これが、一家は、井川です。高速道路の真下のところのあたりまで来てるんですけども、まあこういう風な状況ですね。まあだいぶ河川の幅が狭くなってきてるということですね。まあもう少し上流まで行ってみたいと思います。あちらが井川です。あちらが先ほどの高速道路で、あちらが上流で、あちらにも高速道路が右手にあります。で
ススキの林がありますね。まあかまど発電用にはまあもってこいといったところですね。もしくは先ほどのあの途中で撮影していた、学校などの、冬場、灯油とかエアコンを使用するぐらいだったら、発電とまでいかなくてもこういったものを利用して、暖を得ると、まあこういった形で対応していただけたら助かります。まあ、とにかく消費を抑えていくと、こういうことです。まあ、周り結構ああいう風な山みたいなところ、丘みたいなところがあるんで、ああいう風なところちょっと入っていったら、折れてる枝とかが足元にいっぱい落ちてるんで、そういうのもかき集めたら、まあなかなかバカにならない量になるかと思います。長い谷川という名称の橋の上まで来ました。まあこの辺りからこういった形ですね。まあ井川の上流のところなんですけども、まあ門を設置するとしたらこの辺りか、もう少し上流ですね。この辺りまで水来ても全然おかしくないので、ずっとああいう風に平地ですんで、でもうだいぶ暗くなってきて見えにくくなってきてますので、まあもうちょっと上流まで行って、で撮影まあどうするかっていうところですね。井川の上流です。まああちらは高速道路で、まあ上流に歩いてきたんですけども、まあこちらにも、段差があります。でやっぱりかなり、土砂が堆積しています。まあ竹やぶとかがまあ相変わらず両サイドにあって、まあもうちょっと上流まで歩いていったら、神戸市営地下鉄、まあ静清中央から谷上までの路線、そちらの駅に出てくるんですが、まあ明石川の一門目の門ですね、それが満水になった時どの辺りまで水が来るかなんですよね。まあこの辺あたりまで来たらだいぶある程度の坂登ってるような形になるんで、こういう風に段が何箇所も、出てきています。まあさすがにもうその辺りまで来たらもう大丈夫なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、水一回溜めてみないことにはわからない部分はある部分はあるんですよね。まあ、この川沿っていけば市営地下鉄の駅に到着するはずなんですけども、まあ無難なところでそこの方がいいかもしれないですね。あちらからだいぶずっと向こうまで平行出てるかもしれませんので、まあこの辺り段があるんで、であの辺りも川幅あまり広くないんで、門の大きさもそんなに大きくなくていいということで、この辺りがいいかと思います。まあ前の風景はこういう風な形ですね。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、橋もなんか欠けてますね。橋の名称が長井谷川、まあ同じような名称の橋になってますね。まあ周りの風景とかね、ご理解していただけたらいいんじゃないかなと思います。